はい、どうも、矯正歯科医の沖です。今回は実際のお口の中を映しながら、ワイヤーの交換の様子を解説していきます。はい、開いてください。少し下の前歯も色がついているので、ここも超音波で着色を落としていきます。では、やっていきましょう。まずはピンカッターで結殺線を外します。ちょっと撮影しながらなので、少しやりづらいですが、外していきます。左側向いてください。下はモジュールというゴムで結殺しているので、それを外していきます。次にユーティリティプライヤーでワイヤーを外していきます。はい、左側向いてください。こんな感じですね。はい、外しました。下も外していきます。はい、外しました。そしたら超音波でクリーニングしていきます。じゃあお願いします。少し顎引きます。染みていたかったら言ってくださいね。で、着色を落としていきます。少し閉じてきてください。そうですね。はい、中吸ってください。はい、少し吸ってください。あ、いいですよ。この辺ですかね。ごめんなさい。じゃあ、ここで。
泣かせてください。はい、こんな感じで超音波で着色を落としていきます。コーヒーや紅茶を飲む人はよく着色がしやすいです。はい、泣かせてください。はい、泣かせてください。はい、泣かせてください。最初の時よりもだいぶ色が落ちました。はい、じゃあ次上行きましょうかね。奥歯に汚れが溜まりやすいため、しっかりと汚れを落としていきます。じゃあ、これですかね。次にフロスを使います。矯正治療中は歯と歯の間の隣接面の汚れが溜まりやすいです。次にブラシを使って磨いていきます。はい、失礼しまーす。特に着色したところをしっかりと磨いていきます。焼いてください。
はい、ブラシの完了です。では一回お口をゆすいでください。超音波とブラシでだいぶ着色がなくなって綺麗になりました。ワイヤーを太いワイヤーに変えていきます。お口の中に入れるワイヤーの長さを調整していきます。前回入ったワイヤーの長さを参考にします。エンドカットを使ってワイヤーの長さを調整します。大体の長さを合わせました。次にワイヤーをユーティリティプライヤーを使って挿入していきます。はい、じゃあ開いてください。奥歯のスロットにまずワイヤーを挿入します。はい、今度右側を向いてください。少し顎を引いてください。はい、左側を向いてください。見えづらいですが、この白い点が上の歯列の真ん中に来るように位置づけます。よいしょ。はい、です。次に下のワイヤーもはめていきます。奥歯のスロットにワイヤーをはめていきます。ブラケットの溝にワイヤーをしっかりとはめていきます。今回下はモジュールで結紮していきます。はい、こんな感じで4隅にゴムをかけていきます。上の歯列は地震器とリガチャーインストゥルメントで結紮していきます。はい、失礼します。はい、リガチャーインストゥルメントでギュッと結紮線をブラケットに押し付けて地震器をくるくる回して結んでいきます。はい。
じゃあ右側向いてください。今度左側、はい、まっすぐ見てください。結んだ結紮線は一回このようにぐりぐりとまとめてピンカッターで切っていきます。切った結紮線を中に入れていきます。じゃあ右側向いてください。ワイヤーの回転を防ぐためにタイバックをしますが、それをかけるためのクリンパブルフックをワイヤーに取り付けます。はい、まっすぐ見てください。2番目と3番目の刃の間に取り付けていきます。次にワイヤーが生活中に回転するのを防ぐためにタイバックをしていきます。奥歯にあるフックとクリンパブルフックを結んでいきます。これは病院によってやり方が違います。これはあくまでも一例です。はい、開いてください。
最後にミラーでワイヤーの端っこが出てないかを確認して、必要であればカットしていきます。エンドカットでカットします。はい、失礼しますね。はい。そしたら完成です。はい。最後にお口周りを動かして痛くないかを確認します。痛くないですか？大丈夫です。はい。おしまいです。ご視聴いただきありがとうございました。奥歯のスロットからはめていきます。痛い？ちょっと痛い？めちゃくちゃ刺さってた。あ、本当？ごめんなさい。